全国の麻雀ファンの皆様こんにちは。司会実況の大和です。本日はフォーカス M セカンドシーズン17回戦18回戦の模様をお届けしてまいります。このフォーカス M とは M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士と企画に賛同した特別参加選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは本日の対局者を見ていただきたいと思います。今日は得点表じゃなくて選手が映っておりますけれども、得点表出ますでしょうか。はい、本日の対局者は佐々木聡プロ、滝沢和則プロ、そして井出康平プロ、そして藤崎聡プロ、以上の4名で行われます。はい、トータルが、今まで30人いるということで、25人今表示されておりました。30位が今宮内梢プロということになっております。そして解説、山田博之プロ、本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、対局の準備は整っているようです。はい、それではフォーカス M セカンドシーズン17回戦当杯の開始です。さあ、まずは座順から見ていきたいと思います。シーチャから井出、ナンチャに藤崎、シャーチャに佐々木、平茶に滝沢の並びでスタートしております。トン1曲ドラー3品です。さあ、山田プロ、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。久しぶりですね。ファーストシーズンぶりくらいで、はい、最近しなかったです。さあ、というわけで本日の4名はどういう感じに受けますか。そうですね、まあやっぱり大体いつでもそうですけど、はい、佐々木が中心になって、まあ、攻めが早いですから ね一番攻撃的でしょうから、うん、まあ、その中で井出滝田は若干受け、まあ、藤崎が一番受けっていう感じですかね。かなりこう面白そうな、うん、フレッシュなメンバーが今回はね、割とフォーカス M セカンドシーズン、まあ、フォーカス M はレジェンドの方々もいらっしゃるんですけれど、割とフレッシュなイメージなんですよ。そういう意味ね、フレッシュって、あ、フレッシュ、そんな新人ではないなと思うから、そうです、はい、レジェンドに比べてっていう、まあ、そうですね、そうですね、はい、はい、なんか元気のいい麻雀が見れそうな、そうですね、気がします。まあ、はい、使っていくと面白いですね。はい、うん、さあ、というわけで手配の方どうでしょうか。こちら親番の入れです。6、7、8が見えますね。じゃあ藤崎、割と整っていますね。ここがもうテンパイですか。はい、さあ、佐々木を中心として動いていくと、うん、先制リーチは佐々木、イスピン待ち。あ、イピンここですね。はい、ここにイピンありますね、うん、こういう手配の時藤崎どうでしょう、押し返していきそうですか。どうですかね、難しい。両面テンパイになったらさすがに行くんではないかなとは思いますが、井出がね、ちょっとスーピン浮いてて、そうですね、形になったら、あ、ただ回りましたね。はい、あ、これどうですか。これはもうローソー打つんじゃないですか。ローソー打って、まっすぐもう手広く打って、あ、赤ウソっていうのも大きかったですよね。黒ウソだったら、チーソーとかあったのかもしれないですね。さあ、どうでしょうか。さあ、これでまたいいソーですかね。うん、そうですね、はい、ノーマントチはまだ打てないですね。難しい。ドラの3品ですね。2万ですか、はい、2万って、まあ、やっぱいっぱい勝負に持っていきたいですよね。ああ、いっぱい勝負、リーチ、リーチの前に自分がインシャンテの段階で2枚も3枚も勝負していきたくない、はいはい、なるほど。これはやっぱルールのあれもありますか、多少は性質も。このルールだから一杯勝負ぐらいにしておきたいな。例えば公式ルールだと、まあ、いや、ベースはそんなあんまルールは関係ないですね。なるほど、はい、ルールでそうっていうわけではないです、うん、どうしますかね。滝沢も赤ですからね。まっすぐ行くならローソーなり3万、はい、まっすぐ行きました。まあ、ローソー通ってますね。そうですね、はい、ローソーしかなかった。藤崎が打っております。さあ、ここは薄いけれども、これ数ピン積もりましたね。リーズも初ドライチ2004戦の上がり、まあ、いつもらしいというか、そうですね、はい、快調なスタートを切ったのは佐々木です。さあ、曲は進みます。トン2曲、親は藤崎です。
まあ、ここの中では藤崎は最年長になるわけですね。うん、そうですね。はい、ここ離れてるかな。はい、うん、さあこちら佐々木の手配、そして滝沢また赤赤ですね。チャンスですね。でも面白そうな手ですけど、はい、本一と国士、うん、本一ですかね、本戦は佐々木です。これで両面が3組なんで、はい、佐々木にとっては攻めやすい手配になりましたね。大体攻めるわけそうではないですか、ね。まあ、大体攻めるんですけど、さすがに形が悪いととか、あ、なるほど、もうこのぐらいの形をもらうと、まあもう、まあ、この回は行くと、まあ、すぐ行く、うん、なるほど、まあ、もちろん積も次第ですけどね、はい、まあ、やっぱり形が悪いとなかなかテンパイにならないですからね。うん、まあ、そうですね。流派を統一にしました。こちらは滝沢、うん、赤ですが形がやや重めここはいいピンチ、ドラのトーン、あ、本日ですか。1位と1位は見切りましたね、うん、いいですね。いいシャンテン、両面両面。スチーピーのところは伸びればいいですし、うん、伸びなくてジャントを振り替えでも単葉方向を狙いますからね。なるほど、まあ、理想は3ピン引いて6球万払うような形ですけど、はい、ただもうもう決めましたね。決めましたね。さあ竹澤も一歩前進です。さあマンズが寄ってくるのはイデ、ただドラのトーンがポツンと浮いている状態、重なればチャンスか。さあ天敗だ、リーチに行く。もうこれは佐々木いいペースじゃないですか。まあ佐々木ペースですね、はい、こうなると、まあ、打ってる方としては嫌ですよね。うん、まあ嫌は嫌ですけど、はい、ある程度まあ慣れてるというか、まあそうですね、確かにこのメンツだと余計慣れてるかもしれないですね。まあ全員対戦経験豊富でしょうからね。そうですね。さあドラドラになると藤崎これチャンスですかね。行きたいですね。はい、さあ滝沢も3ピンをあんこにした。さあ佐々木積もれるか。ああ、いいですね、いいシャンテン。さあリャンウアンはここに固まってますね。急走いきますか。いきますね。さあ藤崎も、あ、ここは流派で迂回しつつというところでしょうか。さあ滝沢天敗ですが、このウーマンが、ね、ここは佐々木の上がりになります。リーチピンフ赤ドラ8000点の上がり。ここは滝沢まっすぐ行きましたね。そうですね、別に3万が通るっていうわけでもなかったので、ね、はい、天敗で勝負っていうところですかね。さあ佐々木が2局連続満貫の上がりで迎えた親番、トーン3曲、ドラは急走です。さあ滝沢ヒデに赤ウーソー、そしてドラの急走が1枚あります。藤崎はシャーが統一、赤ウーピンもあります。ここまでは佐々木の一人舞台といったところですか。まあそうですね、まだ2曲しかやってないですけれど、ま、ね、まだまだみんな実力ありますからね、はい、そうですよね、もあるんで。そうですね、打点も、うん、まあ、これぐらいはもう全然セーフティーリードではないという感じですか。ないですね、うん、まあ、これがね何三局だとかなり有利ですけどね。そうですよね、トーン三局ですからね、うん、まあ、もちろん佐々木もそれが分かってるから、はい、攻め続けるでしょうね。なるほど、緩めないと、はい、うん、しかもルール的にね、やっぱりトップと2着の差が大きいので、はい、2着でいいということではないですからね。なるほど、さあ藤崎いい形ですね。にゃんめんにゃんめん、はい、ドラドラになったのは佐々木。こちらはいで、ちょっとねスピード感はないですね。そうですね、追いつくとね赤があるんで楽しみですね。はい、佐々木は流派を統一で1枚目は見送っている形ですね、うん、さあストレートに、あ、ここはリャンマン打ち、後傾ちょっと柔らかく
そうですね、はい、さあ藤崎の2枚目の初、これは佐々木動いていきます。ドラドラのチャンスで、ここは言わんうちイーシャンテン。さあ滝沢ここペンチワン、ね、はい、テンパイは逃しましたけど、はい、三色へ、うん、さあコツンと浮いている急走入れ、まあ打つ、まあ入れはちょっと形が悪いんでね、はい、まだ打たないでしょうけど、刃先の流派もね、見た目上に前に泣きになってるんでね、はい、そんなにドラ持ってるかどうか分かりづらい、うん、あ、泣けた。さあここはいいところが泣けました。リャンウピンのテンパイは佐々木です。うーん、佐々木も安い時と高い時あるからなかなか難しいですか、分かりづらいですね、特に2焼きになってるので、そうですよね、先天でもおかしくないし、はい、さあこのウーピンちょっと危ないか、形的に、まあ、パーピン打って宝珠回避できる可能性はありますけれども、ありますね、入り目によるそうですね、9ピン引いたらもうどうしようもないですね、そうですね、まあ9ピン急走ですか、うん、3色になってしまうとウーピンが出ていってしまう形にはなるかもしれない、柔らかくいきましたね。さあウーピン、これは見た目藤崎の目からかなり多く見えて危険に見えるウーピンですね。そうですね、しかも佐々木の顔にはいいピンとローピンと、はい、こうなるとどうですか、パーピンギリリーチですね、はい、ここはリャンウーピンローピンの滝沢のリーチになります。まあ安全度がね、パーピンの方が高いのと、そうですね、待ちの枚数もあまり変わらないですね、はい、3色にもならなかったし、はい、はい、ピンフの違反はなくなりますが、はい、リャンウーピン、ローピンと6球ピン、チーピンの選択ですもんね。そうですね。さあこうなると藤崎、ウーピンもローピンも当たり、うん、結構手配的に厳しくなりましたが、持ってきたのはスーソー、押していきますね、中筋、そうですね、はい、先に通るかどうかでしたか、はい、滝沢には通りそうでしたね。さあ入れはリーチと仕掛けに挟まれて、この手配だとちょっと厳しいでしょうか。まあ、受けになりそうですね、パーマン打たされてるんで、はい、マンズですか、はい、さあ佐々木はおそらく降りないでしょうね、おそらくほぼ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 ですよね、順目もありあまりこういうので降りてる見たことないです、ね、そうですね、最後のツモ番ぐらいですかね、そうですかね、今ではスッチマン引いたら藤崎どうするんですかね、どうするんですかね、2人にリャンウーピンを通すのは難しいですけど、はい、あ、ウーマン打ちましたね。さあリャンウーピンはかなり薄くなってますね、リャンピンは山に1枚ありますか、ウーピンはないですね、これでイーシャンテンス、はい、チーピン、カンスーピンみたいな、ローピンも1枚ありますけれども、ただ厳しいか、うん、さあどうだ、残りツモ番も少なくなってきました。わーっとドラ行きましたね、シュッと切りましたねそうですね、このためでしたね、残りつも番関係なかったかもしれないです、まあ急走、まあ、通りそうです、いやそうでもないか分かんないですよね、ワンチャンス、はい、うん、さあここは佐々木、滝沢の2人テンパイになります、行きましたねシュッと切りましたね、2ピンか3ピン通ってればもちろん2ピンか3ピンになったでしょうね、はい、両方通ってなかったですからね。さあここは佐々木の連チャイになります、トン3曲一本場、ドラはウーピンです。赤が1枚、部屋的にはちょっと重め、滝沢チューンが統一、トンが統一は入れです、こちらは藤崎、4社とも際立っていいハイパイの人はいないんですけれども、そうですね、
そういったチュンっていうのは、チュンやトン、仕掛けなどは滝沢秀平はどうですか？1枚目から投げるスタイル。秀平はきついですかね。小型で、うん、なおかつ形もそんなに良くない、はい、伊達も見えてこないですからね、はい、滝沢親なんで、これでまた統一が3組になったんで、まあ、仕掛けるもあるはありますね、はい、チュンポンした後に9ピンポンはしやすいですからね、うん、端っこなんで出やすい範囲なんで、泣くことによってスピード感がかなり上がる、これでドラ受けもできたんで、はい、仕掛ける手も結構有力ですね、うん、あでも藤崎伸びてますね。佐々木もまあまあ伸びてますね。うん、そうですね。ああ一気に進んできましたね。進んできましたね。全体的に悪かった分、はい、一気に。そうですね、うん、ハイパイ悪くても諦めちゃダメですね。そうですね。まあ、ハイパイの悪さにもよりますね。その悪い形、あのくっつきが多いような形だと、はい、やっぱり後傾になっていきやすいですからね。うん、これはチーピンを先に打ちましたね。トーンを打って目いっぱいにするかと思ったんですけど、これやっぱり佐々木にポンされたくないっていうのはあるんですかね、親の佐々木。まあけどこのルールだと難しいですね。パーピンは痛いですからね。うん、自分はトンキ。さあ自力でアンコにしたのは井出です。これでちょっとやる気が出てくる。かなりですね。はい、かなりですね。ちょっとどころじゃないですか。ドラドラですからね。ちょっとどころじゃなかったですね。うん、さあ藤崎が、やっぱり藤崎の一泣きっていうのは佐々木とかに比べるとちょっとやっぱ迫力はありますね。ありますよね。しかもね、なんかこのドラが赤ありでドラがウーピンっていうのがね、はい、さあしかしここはパーソー打ってテンパイ9ソーとパーワンのシャンポン待ち、これ面白い形ですね。あーパーワンだ。ここは藤崎の上がりになります。白線は1300ですね。ここはさばきの藤崎でした。そうですね、はい、これ以上佐藤に上がらせたくない、なるほど、佐々木との差を広げられたくないという、うん、感じでしたね、うん、さあ曲は進みます。トン4曲、親は滝沢です。滝沢のハイパイ、こちらドラ流派ですね。あ、いればいいですね。いいですね。あっとしかしここにドラアンコ、ドラが流派って言ってましたね。はい、ドラが流派です。先も差し子になれば、はい、膝も悪くないです。あーでいいですね。どうしますかね。こういうの難しいですね。うん、まくっつきに受ける手と、はい、まあ一応、はい、ローピンなりチーマン引いた時に後傾になるように、はい、でそう打っとくと形が強くなりやすいですね、はい、これは理想、これで理想ではない、ではないか。そうですね、理想はやっぱり打点も欲しいんで赤ウーピンとか、はい、そうですね、一番いいです。ですね、さあしかしここは井出の先行リーチ、うん、あーそえドラですね。関係ないと、あえって言ってしまいましたね。さあこれはどうなるでしょうか。6球1です。待ちは井出の心中はどうですかね。いつも通り来てるよって思ってるんですかね。どうなんですかね。まあ来てるにしてもさすがにドラン・リューハー一発で打つってことは、はい、まあ、イーシャンテン以上は、うわ赤ウソも切る気だ。すごいな、これはすごいですね。まあ、安全牌がないということ、はい、もちろんあるんでしょうけど、うっさあここが本手なんですよ。イスワのおかげで藤崎が来ました。もう2人が来たらやめる。1人だったらいけそうでしたけどね。いやしかしここは高めを積もった井出。あ裏ドラも乗りました。メンタンピン2もドラ1、2戦4戦の上がりになります。ここは井出が上がりました。うん、ものすごい気持ちいいですね。そうですね、ローマンがドラですからね。9万だと2000点みたいな、ね、そうですね、ローマンガとマンガン。はい、さあ何入です。ドラはチュン、ちょっとトンバは滝沢苦しかったですか。
そうですね、まあ、赤ウアンが豊潤になってしまいましたからね、うん、武田も、ね、手が入ってて赤ウアンが来たりして、はい、ぶつかったところはありますね、うん、あとねまだ親もあるんで。そうですね、うん、こちらは親番位で先ほどは満貫を上がって迎えた親番になります。まあ、嬉しくないね、嬉しくないけど形はピンフになっていきそう。そうですね、めちゃくちゃ早いですね、もうナンバーまだに多分15分ぐらいしか経ってないですね。佐々木がいると早くなりやすいですね。早くなりそうですよね、よく上がりますからねあんまり流局がないですよね。うん、そうですね、あったんですけどそれでも早いです、うん、まあ、連チャンもなかったんですかね、うん、そんなに、まあ、上がるか放銃するかですからね流局させない、させない、どうしますか、うん、形を取った感じですね。うん、さあドラドラは佐々木だ、本一まである、はい、これはまあ自称本一評論家と、まあ佐々木をよく言ってるので本一に寄せてってくれるんでしょうかね。怪しいですね。あ、これはね本一ですね。あの段階でスッチーピン出たらチーしてる可能性もあると思いますけどね。あー、なるほど、チーしてるやつ。あー、でもそういうの見たことありますね、確かに、ダブルバックみたいな、はいはいはい、まあ、どうせ分かるというか読まれることですけど、はい、ローピンウピンって続けて切るのは嫌ですよね。できるだけあの途中に間の牌を入れて、うんうん、まあ、あと馬が2枚切れっていうのもありましたか、今チートイツのイシャンテンですからね。あ、そうですね、あ、そうですね、うん、これは安全度で、はい、ウピンは佐々木はあんまり皮を気にするタイプではないですね。そうですよね、まあ、チートイツの時とかももうチートイツですってやりますもんね。大体自敗で自敗短期大体自敗3つのイシャンテンで構えてますからね。さあ、あ、うわうわ、メンホンチートイドラドラのテンパイは、佐々木ですね。滝沢もいいんですよね、これどうしますか、トントンですか、トンが打てるかという感じ、まあ、でしょうかね、うん、そうですね、はい、安全に行くならチーマンだけど、はい、ローピン引いたりすると、はい、あーすごい、すごいな、これはこれテンパイは普通のシャンポン待ちですよね、はい腕がちょっと危ないですか、危ないですかね、吐く、まあ、佐々木の皮がものすごいことにはなってますから、なってますからね、全体的に場に自敗は高くはなってますね。三元牌が一枚も出てない、一枚も出てないですね。初が二枚見えてるだけ。初が滝沢が一枚大事に切ってますね、はい。ちょっと気持ち悪いです。あ、難は今取ってますね。ああ、ここは白が宝珠なる、佐々木の上がりだ。白、面本、イーペーコ、ドラドラ、ハネマンですね。いや、ここは佐々木やみ手でしたね。そうリーチ打ってほしかった。ずるいよ。藤崎さんがちょっと怒ない、まあ、ふざけて怒りそうな、うん、リーチだろうって言いそうな、まあ、そうですね、人はリーチできないですけどね。そうですね、うん、でも佐々木はなんかリーチしそうな、うん、してほしいですね、はい、自分もなんかちょっとなんか藤崎が寂しそうな気持ちで笑いながら言いそうですね。さあ、井出は赤ですね。何2曲、うん、ドラは吐く。ちょっと離れましたが、はい、井出は2万3000点差。はい。ハネマン2回ぐらいですか。そうですね。こちらは井出です。まだ現実的ではありますね。はい、特にこの手がいいんで、はい、この手上がれれば、うん、射程圏内、またちょっと遠いけどね。半眼積もったら、そうですね、1万2、3000点差になりますからね。はい、いいです、手が伸びていきます。さあ、対して藤崎はもう1点8800点、うん、この親が落ちると厳しいんで、厳しいですね、ちょっと無理する可能性もありますか、あります、初ポンもありますか、うん、あるんじゃないですか、うん、いや、いいですね、あ、ウーマン先打ち、ちょっとこれでポンしづらいはしづらくなりましたけど、ああ、どう
戦同じ形でした。はい、あこれは泣かないですね。ヤンペイコ、ヤンペイコかチートイツか。さあどうだ。いや来てますね。ミンチャンテン6、7、8、早く転敗したい。これ換算層、カンパー層残りリーチありますかね。まあ、換算層の読み手になるでしょうね。もちろんね、リーチ打って裏乗せて跳ね間にしたいですけど、はい、まだ変化ありますからね。ウソロソ引きで、あーときたー、リーチドラを打っての藤崎のリーチ、これは怖い。けど難しいな、この点数状況で親で。あー転敗だ。同じく換算層に受けたドラ切ってリーチだと、はい、高いか安いか全く分からないですね。そうですよね、うん、競ってる時の藤崎の、まあ、競ってるとかちょっと上目の時の藤崎。あー赤さんだ。これはリーチですね。はい、サブロー層は同じく分かんないですもんね。分かんないですね。急いでる先生リーチの可能性もありますからね。あっとしかしない3がない、3がない、6が1枚、ここにも1枚、はい、6を引く、6が2枚ですね。藤崎は6が欲しい。うん、まあ、ただ藤崎なんで形はしっかりしてるんですね。そのグケリーチでは、お白短期ならばって言ったまあ無理ですね。まあ無理ですね。リャンペイコーですからね。リャンペイコーだし町も多いし、うん、さあここは老僧のめくり合い、残り1枚。1枚、そうですね。ああ1枚か。ああそっか、藤崎も使ってますね。1枚でしたね。こうなると竹澤どうですか、ちょっと追いつき気味。うん、ただリスクを犯してまではいかないんじゃないですかね。ローマン、ローマン切りやすいですね。じゃあいきますね。入ればウッパーピン、ウッパーソー。うわー寒い。持ちはしなかった。うん、スーマンは遺伝と対しては切りづらいですか。ただまあイースマンで追っかけリーチ打つかっていうとね、そうですね、2枚4枚切れなんで、はい、あんまりなさそうですけど。いや痛み分けで終わりそうですか。ワンパイか、あと1回ずつ。はい、これは藤崎でもツモ上がるとかなり戦線復帰というところでしょうか。あっとローピン、ローピン打てるの。打てる、中筋でしたね。中筋、うん、ウッパーソー待ち。これは佐々木一人の手になる可能性も若干高いですね。はい、はい、ここは井出、藤崎、滝沢の3人の転敗となります。もう佐々木ちょっと今点配を確認してますね。3層4枚あるぜみたいな。いやいやいや、そうはないですか。でも見てましたよね。まあそれはもともとさすがに3層4枚持ってて、はい、2件リーチになったらどっちかには当たるだろうなとは思ってますからね。むしろ当たんないと寂しいですよ。そうですね、えこれ欲しくないなみたいな。なんか見てるのがなんか可愛らしかったなと思って。さあ連チャンになります。藤崎の親番ドラは3番です。おっと、赤嘘は嬉しいね。大質問は嬉しい。こちらは佐々木です。うん、こちらもね、なんかもちもちですか。もちもちとなると井出の方が有利ですか。そうですね、井出はなおジャントンに構えることもできそう。ただ向かってる方向は本一でしたね、井出は。本一だとちょっとって感じですかね。これでどうですか、竹澤。今イーソー打ちましたけど、竹澤もやっぱりイーソー打つってことはダブダンをかなり強く意識した手組ですよね。あの横に広く受けるならイーピンというのもなくはなかった。でマンズが伸びたら換算像を払っていく、はいはい、あ換量像を払っていくような形もありましたから、はい、ダブダンポンとかできた時にピンズがイーピンジャントで 2,3,4,5 とマンズの 4,5,6 のくっつきみたいな。なるほど。
だからこうその中でシャンポンは、まあ、もちろんなんですけど、うんうん、ダブナンですか。ダブナンじゃないじゃん。あ、ダブナンではないですね、うん、ナンバーですね。ナンを泣いていくぐらいの意識が、泣いていくっていう意識が強い手組ですよね。胃で動いてきました。いや、本一、本当に本一でしたね、はい、本当に本一でした。いやー、いいピンとリャンピン、リャンピンですかね、リャンピン1枚切れ、うん、素直に3ピン食い取られ た, 取られた。悲しい。しかも薄めのサブローペン相当薄いですね。まあね、それは見えないけど、まあ見た目にね、もう663って打たれてますからね。そうですね。ああ、ここもサブローピン欲しい。竹澤の目からは抜かれたって見えますよね。見えます、ね、ただおー、うわー、ここは抜かれたからっていうことなんですかね。固定しました。しかしまだ井手にローペンもう1枚あるんですね。そうですね。ということで佐々木も結構きついですね。サブローピン、はい、統一手にちょっと強めですかね、意識は。いやー、あー、これ三蔵ポンできる形になっちゃいましたね、はい、間に合う形。まあ統一手というか佐々木はドラ固定しましたね。あ、そうですね、失礼しました、うん、サブロー9ピンばっか打たれてますもんね、はい、ピンズが安いですからね、はい、ピン先も3ピン打ちそうですかね。これは3ピン、まだであんまか。おー、佐々木ちょっとふざけもね、先に打ちたかった3ピンですね。これで佐々木1位できるようになっちゃいましたね、うん、はい。さあ、井出がペンチーソーの転敗。リュハカドラもう嫌ですよね。うん、蹴る手もありますね。強めに行きました。ちょっとね、リャンプを積もった、積もった、井出が積もりました。ここは本一赤ですね。1000-2000は1100-2100の上がりです。井出でもいい感じに見えるんですけど、どうですか。まあまあ報酬もないし、そのなんか展開には恵まれてる恵まれてる、うん、まあそれはうまく打ってるし、はい、うまくいってる。例えば今の上がりはうまかったですけど、はい、果たして本当に良かったかは難しいですね。あ、なるほど。そのどうしても点数がありますから、はい、あと 12,300 点差じゃないですか、うん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 、これが足りなかったらあの仕掛け3球になってしまったこと。ああ、そっか、そうですね。あれが満眼だと多分満眼圏内になってるんで、はいはい、なんでそこまで遺伝とっても会心というほどではない。なるほど、うん、着順という意味でね、うん、その上がりという意味ではかなりうまく打ててると本人の中でも思えると思うんじゃないですか、うん、はい。なん3曲ドラは3層です。ウーワン打ち、まあシンプルにですね、うん、6ブロックみたいなイメージです。はい、ここがいいですね。いいですね。滝沢はちゃんたけ、はい、いや、いいところだ。なんか柔らかく打ちたい。難しい。素直にイスマ払いますかね、場に一番打たれてて。やっぱそうなっちゃうんですよね。あとサブロッソがドラ受けでリャンピンが赤があるんで、そうですよね、打点が欲しいという。うん、おー、ラブナンアンコだとチャンタでもよしって感じですか、ね、そうですね、うん、これは井出うまく単用がつく3万を重ねました。うん、そして藤崎です。おお、いつもある、いつにした。うん、ちゃんたには赤馬はいらない。いらない。いらないね。さあ、どうでしょうか。手配進行佐々木は、ああ、どう、まあリーチですよね。はい、リーチです。69万。お、ただ振り手。振り手。かわいそう。まあね、ちゃんと狙って。はい。さあ、井出はチャンスじゃないですか。佐々木が、まあチャンスはチャンスです。リーチ来てくれると、これは土俵に先に乗ってもらって直撃のチャンス。そうですね、はい、しかも自分の手がインシャン点なんで、はい、かなりいきそうですけどね。
なあ受けた。さあどうだ。ちょっとね、ランピンが薄くなってきましたか、ね。はい。で9ピンは打ちづらい、打ちづらい宣言のまたぎ、うん、いきました。ただやっぱりトップが大きいルールで、はい、自分が現状3着目との差が2万3000点あるので、はい、リスクは犯しやすい局面ですよね、うん、なんで攻めて、豊潤になってもまだ3着が遠い、はい、で上がることによってトップが相当見えてくる、うん、ということで普段よりも押しやすい局面ではありますね。はい、しかしここは当たり前かのように佐々木がつも上がる裏物を受けてリーチピン普通もドラドラ、うん、ここは4戦オールでさらに引き離していきま す, です、ね、選択もズバリですね。ズバリでしたね。通過3色かも、まあ、形重視でっていうのもあったんでしょうけど、はい、まあ、一通含みだと3面ちゃんが残りますからね。選手もね選択がズバリ成功、成功ですね。さあ親番の連チャンです。佐々木なん3局一本場ドラはウーピンです。こちらは藤崎の手牌、赤ドラドラですね。チャンスで こうなるとかなり縦長の展開になってきましたが、まあ、滝沢藤崎は近いんでね、そこはまあ着順を意識した戦いになりますが、はい、そうですね。相手はまあどちらかというともう初点ですかね。うん、まあ、この一半チャンで終わりじゃないんで ね、 そうですね、できるだけ初点を伸ばして、はい、もちろんチャンスがあれば逆転は狙いますけど、そうですね、2万8000点差ですからね。そうですね、ちょっと厳しいですかね。倍満をもしこの曲積もれれば、羽満2万8000、283、そうですね、羽積も満積もで一応変わりますけど、まあ夢はそう、夢はありますね。夢はそうだけど、はい、まあ、実際それを狙うのっていうほどではないですね。123、チャンタでも赤ウーマンがあるって感じですね。そうですね、だからハネマンになればリンチ打つんじゃないですか。ハネマンが見える、うん、マンガンクラスの手ができればリンチ打って可能性にはかけそうです。はい、国士行くのかな。打った数層ポン、これは強烈ですね。はい、藤崎の数層ポン強烈です。まあ、ドラさんって感じですね。はい、点数状況的に、うん、3900ではなさそう。そうですね、赤含めてちゃんと3色先に小さそうから、これは辻崎にとって急所がポコポコ泣けて、うん、換算ピンのテンパイです。まあテンパイには見えますね。はい、しかも打点もあります。高いのも分かってますね。井手の赤馬が相当切りづらい、切りづらいですね。そうです、先に小層処理したつもりが、うん、そうですね、数層ポンだったんでね、はい、あんまり小層で泣かれることがほとんどない分、ね、ちょっと盲点になりましたね。ドラ、いやドラはきついよ。きついですね、これはきついですね。一回流派打つか、両ピンっていうのもなくはないけど、ピンはきついですね。どうですかね、井出。両マン持ちづらいんですよね、今。あ、ただ、そっちにしましたね。両マン取った。やっぱりね、その赤馬も打ちづらいなと思ってるところにもっと打ちづらいウーピンですからね。はい、ここは一旦迂回します。さあ3ピンは山にまだ3枚ありますので、つま上がりも十分可能性はあります。うん、これで復活も、あーっと、しかしここは藤崎が上がりました。単野を赤ドラドラ2000-4000は2100-4100の上がりになります。さあここは藤崎も
ちょっと一安心といったところか、オーラスになります。親は滝沢、ドラはパーピンです。さあ滝沢はちょっと苦しい展開が続いてましたけれども、ここで親番頑張れるでしょうか。うん、まあ絶対頑張りたい、まあ、頑張りたい、ほとんど降りない親ですかね、はい、休みの親なので、はい。さあそして藤崎井出の展開、うわー眩しかったですね。眩しいですね、キラキラしてましたね。いやどうしますかね、3ピンがね、第一相撲、第一相撲っていうと出会ってるのか分かんないけど、はいはい、親の最後のあんこになったんで面前まで見えるようになっちゃう、うわこれはずるいね。ずるいですね。ちょっとね点数がない分、はい、一泣きして1500よりも、はい、リーチまで持ってきたくなりますよね。なりますけれど、この手配なんですよ目付きですね。こういうのってどうなんですか、リーチするんですかね佐々木は。どうですかね。あ泣きましたね。あ泣いた、泣くとちょっと話がある。まあ泣くとよりリーチは打ちやすいですよけど。あ、そっか、うん、そのそうです、ね、追っかけがない分。あ、そうですね。Gピンとか引いたらリーチは打ちやすいんじゃないですか。サブ6キューピンになれば待ちが強くない。スッチーピンとかだとちょっとリーチ打ちづらいですよね。そうですよね、うん、ドラ表自敗にチーピンがあって、はい、みんなが欲しい牌ですからね。まあ、なんか普通だったら闇天にもう上がりはトップなんだからって感じじゃないですか。あこれはまあリーチしないけど、うん、チーソー引いたりリャンソー引いたりしたらありますね。リャンソーはリーチじゃないですか。リャンパスは闇天かな。まあ単品ドラヨンですからね闇天がどっちにしても闇天が普通ですけどね、はい、さあただもうローソーとパーピンのシャンポンでテンパってます。これはもうローソーを掴んで打ってしまったら悲惨ですが、そういう人はちょっと今のところいなさそうですね。そうですね、老僧はなさそうなんで、ないんですね。これ手配変化待ち。いや滝沢頑張る、まだいいシャンテン。いやあ、あら、ちょっと危なくなった。大丈夫ですよね、うん、あらまた闇天ですねこれ。今闇天なんですけど、そうですね、オーラスですからね、はい、しかも今チーソーが通った、はい、チーソー。いやこれ闇で数層積もったら倍満ですか。高っ。これ打っちゃうとこれきついわ。きついですねまあ、藤崎の立場だと一番ね着順も落ちますからね、はい、なんかションパイか、はい、いや滝沢うわどうですか。まあ打つテンポサブローマン続行だと思うんですけど、まあ、ローおい続行しなかった、しなかった数万短期に、あ数層危ない。ちょっと工夫をしてしまいました。工夫これ何ですか、ね、何なんですか。チーソーローソーもあるんですよね。ただおっと あっとチーソーだ藤崎。ここはまた佐々木の闇点にぶつかってしまう。単品赤ドラドラ1万2000の上がり。ここは佐々木の闇点が炸裂、トップから佐々木、そして2着に井出、3着に滝沢、そして4着に藤崎の並びです。終了しております。はい、続いて18回戦です。